食欲をそそるジムという音と香ばしい香り。食べるだけでなく作る工程も楽しいもんじゃ焼き。東京の下町、もんじゃ焼きの町として知られる月島はコロナ禍、客足が遠のき閑散としています。その月島に登場したもんじゃの歴史を塗り替えるかもしれない世界初のあるものが話題に。お家でも本場のもんじゃ焼きの味を楽しめる冷凍もんじゃ焼きの自動販売機です。こちらの画面をタッチして買うを押して、するとここに冷凍されたもんじゃが出てきます。もんじゃは持ち帰りが難しい料理。さらに観光客が減っていることと東京オリンピックの無観客も追い打ちをかけ、自販機を開発したこちらのお店も東京都からの要請を受け現在休業中。それでもお家でもんじゃを楽しんでもらおうと、具材の大きさを一から見直し、自販機用冷凍もんじゃ焼きを完成させました。味は店の一番人気明太子もちもんじゃや昔ながらの五目もんじゃなど4種類で、具材だけでなくお店で使っているものと同じだし、さらにもんじゃ焼きといえばあの小さなヘラ、剥がしも2つついています。今回特別にホットプレートが自宅になくてもできるフライパンでもんじゃ焼きを作るコツを教えてもらいました。まずは袋に入った具材だけを熱したフライパンに乗せます。このお肉の色が変わるまでよく炒めてください。炒めたら具材で土手を作り、だしを注いで煮立ったところで全体的に混ぜれば完成です。実際にご購入いただいて、お家でお店の味を楽しんでいただければと思っております。